夏は半袖、冬は長袖。売ったり売ったり作ったり。衣類と雑貨の個人商店、ファッションセンター。お疲れ様です。今年もお願いします。絵になりますね。絵になりますね。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。やばいの映像撮るんだ。とりあえずあれだけありゃしばらく持つだろうけど。これ何よ？何これ？何これ？雄三さん主語がないんだ、主語が。生酢だね。だからちょっと賞味期限切れちゃってんからダメだったらそれやったら食べて。それ一回水切って酢漬けしてあるから腐るってことはないです。ああ、まあ確かに。まあ味が落ちるから。ちょっと酸っぱくなりすぎてるのかなっていうのは。キムチみたいに？あ、そうそうそう。あ、豪快。あ、今これだけの量を見るという。文句あるんです。はい、誰も言ってないですね。はい。まあ余震もあると思います。あ、はいはいはい。で、雄三にこれやったよっつったら、なんでそういうことするんですかねとか、なんかそういうこと言ってたの。信じられない。わからないの。うん、人の感情っていうのが。わかんないんだなと思って。なんでこんなことするんですかって。そう思ってるしかも。何も響いてない。何も響いてない。何の意味があるんですかみたいな感じの感じだった。いや、もらったんですよ、それ。もらった。まあまあ、生活費に使ってこいつ動けないんだから。ああ、そうですよね。それは人としてダメだと言うんですよ。いや、だから人としてっていうのがダメ。あ、なるほど。ああ、なるほど。ユーザー、ユーザーだから。人間じゃないの。ああ、いや、ユーザーって種類。ユーザーっていうのが、ユーザーしかいない種類の頭っていうか。ユーザー人みたいな。頭。新しい。新しい種類だ。そうそうそう。だから、あなただったらこっちの負けなんだよ。こっちはなくなって、言いに行ったんですよ。やりたいんで。ただね、全部 P だよ。めちゃだ、1年ぐらい。その時初めて。まあ全部 P だろうね、これはね。ちょっと覚えてなかったですね。あれなんかすごい、もう見た人みんなおっと驚くようなやつなんですけど。私と誰ですか？菅原パイセンだったと思います。本当ですか？はい。増田さんではないですか？増田さんだったと思うんですけど、パイルドライバーで、それもスタンパイルドライバーなんですけど、はい、増田さんだったらちょっと記憶にあるんですけど、はい、菅原さんの場合はちょっとないかもしれないですね。え、これしか入れないの？はい、これしか入れないの？いや、多分あれがそれでこれでなくなったらしい。おい、どうなってんだよ。時に厳しくも愛の鞭を奏でる。そうですね。藤田美先輩が。ありがとうございます。ご指導の後。危ない。34切りぐらいで、はい、お疲れ様です。あ、おはようございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。ああ、時間的にそうかもしれないですね。帰宅ラッシュみたいな。そう、怒って、だから正月。そこでずっと P を言えるんで、真ん中取ってPとも俺やるんだけど、ああ、でも取らないんで、真ん中取って負けじゃないから、9割 P です。ああ、なるほど。もうなんだったらモザイクずっとかけてるかもしれない。この後はだんだん使えなくなる動画ですよ。もうはい。そうですね。してない。してないつもりなの。お疲れ様です。あ、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。ああ、なるほど。あ、確かに。人恋しくて誰かにしがみつき、弱虫ばかりで飛び出した18の俺、愛はいつも嘘つきに見えてる、知らないうちに一人が好きになってた、言えない何かに背中を押される、夢中で転がりやっとつかったものに心を引き裂かれちまった、心をなじられしまった。悔しくて悲しくてこらえた夜、大嫌いだぜ大嫌いだぜ、ろくなもんじゃねえ、ビビ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 イエーイ。ちょっと静かにしてもらっていいですか。